ウェストサイド・マンハッタンは、ニューヨーク市マンハッタン島のハドソン川や、ニュージャージー州に接する西側を指す。5番街、セントラルパーク、ローアー・ブロードウェイによって、イーストサイドと分けられる。ウェストサイドの主な地区には、北から南に、ウェストハーレム、モーニングサイド・ハイズ、マンハッタン・バレー、アッパー・ウェストサイド、ヘルズ・キッチン、チェルシー、ウェスト・ビレッジ、双方、トライ・ベッカがある。 8番街線とブロードウェイ、7番街線はウェストサイドのすべての地区を結んでいる。また、主なウェストサイドを南北に走る道路には、北側のヘンリー・ハドソン・パークウェイ、南側のウェストサイド・ハイウェイがある。ハドソン・リバー・グリーンウェイは、島の西海岸でこれらを分割している。西側から見た、マンハッタン島全土ウェストサイドは、ウェストサイド・スタジアムの計画地となっていた。 このスタジアムは2012年夏季オリンピックのニューヨーク招致のため計画された。さらにニューヨークジェッツをマンハッタンに招致する20億ドルのスタジアム計画も失敗し、現在は商業施設と住居を統合した再開発計画、ハドソン・ヤーズ再開発プロジェクトが計画されている。ありがとうございます。